じゃあ、ですね、同人活動の報告と今後の展望というのを、させていただきます。マカマカと申します。まずですね、本日は、ですね、コミケじゃなくて、ヤプシーの、すいません、ヤプシーの、ヤプシーの、ね、最後のヤプシーということでですね、いつもより2倍ね、濃くして3倍に薄めてやります。国際展示場前 PM の、主催をやっておりまして、国際展示場ってことでですね、とうとうは時代がですね、私に追いついた感じであります。まあ、中 PM になっちゃってますけども、素晴らしいかなというふうに思ってます。で、コミケというのはですね、先週の金曜日から今週の日曜日まで、夏コミがありました。で、夏コミといえばですね、ちょっと前まで流行った例の日も覚えてますか？この青いやつ。例の日もありますよね。で、ヤプシーエージアですから、例の模擬にしたいなというふうに思ってます。実はですね、これがやりたいだけのためにですね、ちょっとご報告をしまして、もし本編のトークがですね、リジェクトされなかったら今の話で大体終わるっていう予定でした。はい、じゃあですね、第1部入ります。今期の、活動報告に入りたいと思います。2015年はですね、パールの同人誌をね、出しているどん底楽屋というのをやっておりまして、同人サークルです。悪名大全というのをですね、まあ、例年通り出しております。スペックですけども、430ページで 500g 超565個の役に立たないモジュール、悪名モジュールを、全て紹介するというですね、7月7日付で常にこう毎年毎年出しております。で、チャームポイントですけど今回ないですね。チャームポイント、まあ、一応言うと見えないと思いますけども、出るか電子の石板って書いてあるんですけどもですね、ちょっとこれについてまた、後でお話をしたいと思います。悪名大全絶賛ですね、ハンプ中です。この中でハンプ中で大量に余るとですね、赤字で置き場に困りましてですね、ヤプシーエージアってうちの床が抜けるっていうですね、事案が起きますので、通販もやってますということで、まあ、去年と大体同じ内容になっております。で、前回シノボックスはですね、冬込み間に合わせますって言ったけど結局まだ完成してませんで、試作4号機で止まっております。もうちょっとお待ちください。はい、じゃあですね、第2部の方に入っていきましょう。悪名大全の裏の裏ということですね、表ですね。はい、悪名大全10の質問、まあ皆さんからよく来るですね、10の質問を、はい、91、何のアプリで書いてるんですかとよく聞かれます。ワードですね、マイクロソフトワードで書いてます。なんとですね、ワード2000って書いておりました。で、今のやつほら UI が全然違いますよね。それで悪名大全書くよりも先にワードの使い方を覚えるのにすごい去年苦労しました。はい、フォントは何ですか、本編のフォントは何ですかと、昔聞かれたことがあります。こちらですね、 IPAEX フォントですね、独立行政法人情報処理推進機構の持ってるフォントを使っております。あと大事とか悪名大全という表紙の文字とかは光のゴシックを使ってたりします。はい、なぜ悪名大全を作るのですかと聞かれます。Cパンに悪名モジュールがあるからですよね。まあ基本的に割と苦役になってますね最近は。なぜ7月7日に起点にしてるのか、これね非常によくあるんですけども、いいことを教えます。ドキュメント残さないと過去のこと忘れちゃうんで、もう何で書いたかちょっと覚えてません。すいません、そんな感じ。はい、こちら電光書き終わるのにどれくらいかかるか、まあ仕事のサボり具合ですよねこれね。2週間から1ヶ月の間です。はい、次、はい、96、今年は面白い文字ありましたか。悪名警句ってなんですね、ちょっといい感じかなと思いました。何するのかよく分かんなかったんで、とりあえずワンライナーですね、悪名警句、メソッドベイクってやったらですね、なんかシーパン19周年のケーキの画像が出てきました。大変ほっこりしましたのでここで紹介しておきます。はい、書いてて行き詰まった時どうやって解決するの。はい、常に行き詰まってるのでむしろ進みが言うと慌てますね。これは分かりますよね、何千行っていうコードを書いてテストが一発で通った時、わーテスト通った、すげー俺天才、あテストが間違ってたこれね、よくありますね。はい、まあそういう感じの感じです。はい、はい、ついに言いました、電子書籍版はいつ出ますか。はい、こちら、これご存知の方も多いと思いますけど、ダウンロード予報です。はい、ファール6と同時リリース予定です。はい、いつまで続けるんですか。まあパール6が出た時うちらも出すということで、はい、いつまで続けるんですかと、まあね、印刷所に入庫した後にですね、あれ去年最後じゃなかったっけって言われたんですけども、パール6と一緒に出すから今年は大丈夫です。はい、10の質問終わり。10のがないのはねお約束ですのでよろしくと。はい、第3部シール。はい、今年はですねいつもより上質でキラキラ輝いていけるでってことで250枚作りました。いけるで、みんなシール欲しくない、150枚ぐらい余ってますよ。はい、お願いもらってて、ということで以上ほぼ同じネタということになってたわけですね。まあ終わりっていうことにしたいんですけども、まあ一応最後ですからね、10周年記念特別ってことで、簡単な説明をしたいと思います。ダイヤモン、はい、アナログゴミゴミニオンしてますか。ドミニオン、
ドミニオン、これのリスペクトしたボズニオン。